この動画を見ている方は進路に悩んでいる方が多いと思います。実際に私もそうでした。で、進路というのは、就職や進学、進学の中でも大学に進学ですとか専門学校に進学ですとか進路は様々だと思います。その時に進路を決める時に一番重要なのは自分が将来どうなりたいのかなっていうのを考えるというか将来像を想像してなりたい方向に怖がらずに進んでいくのが大事だと思いますし、その時に一番大事になってくるのは自分が何が好きなのか何がしたいのかっていうのがとても大事になると思いますので、自分の気持ちに素直に進路を決めてみてください。以上です。私は自動車の整備士の専門学校を卒業しましたが、現在は南極昭和基地という、特殊な環境で仕事をしています。世の中には職種は同じでも、いろんな職場いろんな仕事っていうものがあるということを皆さんに伝えられたらいいなと思います。そういったいろんな職種っていうものがあると思いますので、皆さん、進路で悩んでると思うんですけれども、焦らずにいろんな仕事があるっていうことを見て回ってですね、自分に合った仕事、好きなことっていうものをゆっくりと考えていっていただければいいなと思います。ありがとうございます。本日は松村さん、そして鈴木さん、貴重なお話ありがとうございました。見てくださっている方、ワクワクしている方も少なくないと思います。ありがとうございます。